疲れ、源氏です。 Today's Real Japanese。 今日のトピックは金玉握られるです。下ネタみたいな言葉ですけど、意味は弱みを握られるです。金玉は男性の balls で、握るは hold とか grab になります。金玉は男の弱点で、それを握られる、なので弱みを握られるという意味になります。実際は映画とかアニメ、ドラマでしか使われない言葉ですが、紹介させていただきます。例えば、あの会社政府に金玉握られてるからもう裏切ることはできないとか、お前あいつに金玉握られてるらしいぞみたいな感じですね。Real Japanese を使っていきましょう。それでは、バイバイ。